バンテリンドーム名古屋です。中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。うん、そうでしょうね。まあですからね、ランナー一人どう生かすかというところでしょうね。はい、そのあたりに注目していきましょう。まずはドラゴンズの先発柳がバンテリンドーム名古屋のマウンドに上がります。さあ、スワローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ楽しみに見たいと思いますね。そうですね。そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。スピードボールを持っています。バッター見送りました。ボール先行です。さあ、3球目は何か。インサイド落ちました。これはどうか。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている青木。まずはワンアウトを取っています。インサイド決まっています。うん、いいボールですね。はい、変化球が決まっています。ノーボールツーストライクです。打ちました。痛烈。これはセカンドライナー。バッターは3番の山田。ツーアウトになっています。山田、背番号1。アウトコース、空振りです。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど。さあ、どう来るか。うん、いいボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ノーボールツーストライク。低めの変化球は決まりません。ファウルです。これが5球目。打ちました。取った。一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回スワローズ三者凡退です。2回に入ります。追いかけるスワローズの攻撃。バッターボックス村上。ドラゴンズ1点リードで迎える2回です。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば同点。入った。ホームラン。同点のソロホームランです。スワローズ。ドラゴンズ痛い一発を浴びています。ドラゴンズ追いつかれました。1対1。いいボールだったんですが、バッターがアウトコース狙ってましたね。はい、スタンドギリギリの打球でした。この場面でホームランを浴びています。そうですね、最後の最後で伸びていきましたよね。ここで追いつかれました。同点です。打順は5番オスナ。ドラゴンズ先制直後のイニングでしたが、同点にされています。小宮山さん、ここに来てちょっと予想外でしたね。まあ、知らず知らずに力が入ってるんでしょうね。そうですね、一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。打ちました。セカンド取る。アウト、ワンアウト。打順は6番サンタナ。ワンアウトランナーなしです。これはすっぽ抜けました。打ちました。痛烈な打球。大きな打球になった。バッターは7番に入っている中村。2アウトになっています。打ちました。ヒットになった。2塁へ送球。
二塁タッチアウト。これで3アウト。しかしこの回スワローズ貴重な得点が入りました。1対1スワローズ。初球は見てきました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。追い込まれました。次はボール気味に来るでしょうね。手が出ません。三振。ツーアウトになっています。2回終わって4対1ドラゴンズが勝ち越しに成功しています。初球は何で来るか。打ちました。いい打球だ。大きな打球になった。フェンス直撃。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあバッターボックスには先発の小川が入っています。ここは変えてもよかったとは思いますけど、打席に立った以上つなぎたいですね。そうですね。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。バントしました。ファウルです。送ります。柳アウト。ワンアウトです。送ってきました。送りバント。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。さあ2球目は何か。引っ張った。ショートゴロです。ショート取った。サードランナーホームイン。1点返しました。ヤクルトスワローズタイムリー内野安打。4対2になりました。ドラゴンズ2点差に迫られています。2番バッター青木。ドラゴンズ追い上げられています。インコース決まってストライク。走りませんね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。インサイド落ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。同点のランナーも出してしまいました。ワンアウト三塁二塁です。まず何を投げてくるか。抜けたような感じになりました。大きく外れます。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ファウルです。ここはストライクからボールになる縦スラで空振りを取りたいですね。空振り。ここはランナーを変えさせません。ここはなんとか踏ん張りました。ツーアウト。ランナー三塁二塁は変わりません。初球は何から入ってくるか。バッター有利なカウントになりました。厳しいところを攻めに行ってカウントが悪くなったら歩かせるってこともありますからね。なるほど。そうですか。高いですね。危ないボールですよ。はい。ここは集中を切らさないようにしていきたいところ。逃げ持っていった。ライトの深いところ落ちた。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。スワローズ同点。4対4ドラゴンズなおもピンチが続きます。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで同点打を浴びました。踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。ここで同点。3点差を追いつかれました。さあそしてバッターボックスにはオスナが入っています。さあなおもピンチが続きます。初球はストライク。ストレートが決まっています。もう一球低め。とにかく投手有利なカウントのうちは積極的に攻めていくべきですね。さあ2ストライク追い込みました。惜しくも外ボールになります。平行カウント。ここは見ます。バッター粘ってフルカウントまで持ってきました。インサイド打った。ボテボテの内野ゴロ。一塁アウトで3アウト。さあご覧ください。先ほどのプレーになります。しかしこの回スワローズ貴重な得点が入りました。4対4スワローズ同点に追いつきました。